今泉隆平は、日本の政治家。新潟県南魚沼郡関田村長。塩沢町名誉町民第一号。1908年8月、新潟県南魚沼郡関田村群沢で、長男として生まれる。1924年塩沢町立尋常高等、小学校高等科を卒業。1927年国田村役場勤務。 1945年8月27日、薬省寺でバーモーをかくまう仲間になる。1947年国田村議会議員、副議長。1952年薬省寺段下総大。1955年国田村長となり、町村合併を推進。1955年埼玉県所沢市に転示、有限会社、今泉牧場を経営。 1957年塩沢町参与。1986年3月、根珠宝賞を受賞。1990年8月9日、塩沢町に今泉博物館と鈴木牧式年館の建設に資産と収集したオセアニアの民族造形コレクションや世界の人形を寄贈。1990年8月、塩沢町名誉町民賞を受賞。 1996年12月、根樹法賞を受賞。根樹法賞、バーモーの日本亡命。http://www.mecon.ne.jp/.directory/.history/.bamawjapanbomei.htm2017 年2月18日閲覧。宮崎東天、浅場崎太郎。 今なりたく http コロンスラッシュスラッシュ www.kanba.skr.jp i スラッシュアップスラッシュログスラッシュ 1077.pdf サーチイコール27% 1 0、e、0 E4%BB%8A%E6%B3%89%E9%9A%86%E5%B9%B3%272017 年2月18日閲覧。ありがとうございます。